シャチくるみじゃーん。なんかマント着てなかった？今マント着てるよ。それブロッコリーとオソロだよ。そうなん、うん、ブロッコリー今日着てるかな。あ、今日着てたような気がする。あ、そうなんだ。うん、マントあげたん？マントあげた。へー、マント。カンムリもあげたよ。え、マント着てくれんの？カンムリとか。マント着てくれるんよ。え、マジで？え、俺もダノラに一応あげとくわ。へえー、そんなんさ、着てくれると思わなかったんだけど。シワ変わった。え、何？シワ変わってんの？シワめっちゃ変わってるでしょ。また変わってんのか。あ、自分のシワめっちゃ変わったんだよね。うん、シワって一瞬で変わるよね。毎日変わるからさ。うん、なんか 1,2 時間ぐらいあればさ、もう雰囲気変えることってさ、うん、簡単だからさ。確かに ね。さあ、シュガートーストに着きましたと。なんか久々？どうなんだろうね。久々かもしれない、ね。恐ろっちじゃねえか。恐ろっち。いいね。夏っぽい格好するよ私。うん、なんかホットドッグ、うん、卒業したんだよね。え、そっちの方が可愛くない？うん、そう、これにしようかな。俺、ホットドッグもういいかな、飽きたんだよね。手作りのマント。え、手作りの王冠は？え、手作りの王冠は家に置いてきた。あれめっちゃ可愛いよね。うん、てか、このなんか花飾りのやついいよね。いいよね、こいついいよね。どう、島を変えてみた。なんかこんなんあったっけ？なかった。これって何で作るんだっけ、ね、DIY で作るってのは知ってんだけど。これは貝殻の噴水だね。シャコガイかな。あー、シャコガイか。シャコガイ10個ぐらい使うのかな。めっちゃ使うやん、これ、うん、どこに使う要素あんのこれってなる。シャコガイ、まあリメイクもたくさんできるよね。あ、そうそうそう、ここさ、高台じゃなかったんだけど、普通になんか休憩できるスペースだったんだけどね。ちょっとね、はいはい、ここを滝作ったんだよね。へー、うん、なるほどね。ほんまだ、滝の音うっせえな。いやマジでさ、やばいよね、滝の音もうちょっと小さくしてくれたらさ、すごく心地いいんだけど、うん、近づいたらやばいよね、破壊力、うん、でザーみたいな。こっちも変わったんだよね。あ、本当だ。そう、え、全然違うやん。そうそうそう、全然違う。全然違うやん。そうよ、あれ、あいつなくなってるじゃん。何、なんだ、本棚。あ、そう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 、まあ、俺があげるやつなくなってんじゃん。うん、消えてるね。これジラピケのマイデザイン。あ、ほんとだ、うん、いいね、かわいいじゃん。で、こっち側行くとね、なんか滝が見えるんだよね。へえ、ほんとだ、うん、滝いっぱい作ってるから滝に見れる。滝いいよね、うん、街っていう感じを残しつつ、まあ、自然も取り入れていくみたいな。自分の島と全然違うね。うん、こっち側行ったらまたここからなんか滝見えるし、景観って重要だよね、やっぱね。見え方っていうか、こっち側行くとキャンプ場だね。うん、まだここは作り中。あれ、キャンプ場って前からここにあったっけ？うん、うん、ずっとここ、初期の頃からここけど正直砂浜とかの方がいいよな、うん、最近さ、俺も迷ってんだよね。あそこにキャンプ場置いたんだけど、どうしようかなみたいな、うん。あ、あれさ、正直砂浜の方がいい気がするんだよね、うん、これもジェラピケ、ジェラピケ多めジェラピケのシャークモチーフでちょっと揃えようかなっていう、うん、このキャンプ場。俺と同じ感じでなんか置いてある、ここら辺に。あ、そうなの。これね、もともと置いてたんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、置いてる人いないんだよね、これ丸太の杭のこのホワイトウッド。あんまり、あんまりっていうかほぼいないと思う。ホワイトウッドではなかったんだけど、なんか似合わないよねってなって、ホワイトウッドにした。あ、そうそうそう、俺もホワイトウッドにしたんだよね、なんかね、馴染むよね、うんうん、めっちゃ馴染む。で、ここにもさ、滝を作った。なんかさ、キャンプ場から滝見えるの良くない？いいね。そう、背景に滝が見えるのめっちゃいいよね。で、ここ釣りスポットだね。釣りスポット来た、うん、そう、ちゃんとね、釣り場こっちだよっていう矢印も置いてあるし。で、内側はもう行ったよね、紹介したよね。滝と木と低木をうまいこと使う町っていいよね、うん、町じゃねえわ、島か。うん、ここは右側見たらさ、ちょっとさっき作ったって言ったあの滝とか、まあ、ちょっと小さい、なんていうの、水路みたいな見えていいよね。
あ確かにね、うん、細い水路みたいな見える、私の家の前家の前結構こだわって作ってるからねなんかめっちゃ入り組んでない、うん、めっちゃ入り組んでる。で、陣平の家か。そう、陣平の家。あ、おるわ。あ、いいねおるじゃん。行く？行くか。お邪魔しまーす。またなんか増えてるのかな、家の中に。え、なんか最近さ、肉球のドアプレートのレシピ手に入れたからさ、それあげたいんだよね。あ、なんかいろいろ増えてない待って、陣平陶器のジャグどっか行ったって私この前言ってたんだよ、動画で。あるね、ここあったわ。あるじゃん。しまっとんかなと思ったら飾ってくれたわ。え、てか結構変わってない部屋、なんか結構どころか全然違うじゃん。おもちゃ箱消えてない、これ。変わってる、ほんとだ。あ、ペットのベッド置いてくれてる。ベッドのベッド。え、あとさ、ディレクターズチェアこの前までここにあったの、はい、あ、そうなん。そこ、ここ、ここペットのベッドのとこにあったの、なんかけどなくなってる。めっちゃ変わってるね。そうそうそう。え、どうしたん、ジンペイ。よう。かわいいでしょ、ジンペイの部屋。えへへ、来てくれてありがとう。のんびりしていってね。な、お邪魔しよう。実はこの島に住んでるくるみくんってね。おお、出たぞ、恒例のやつ。ちょっとそろそろ帰んといけん。なんか挨拶代わりにさ、同じこと言ってくるよね。うん。控えめに言ってタイプ。おお、なるほどね。挨拶代わりに、ね。うん、しょうがないよ、自分。軽くジャブを入れてくるって感じか。うん、自分が変えてないからさ。控えめに言ってタイプ、うん、シュガートーストのお店はとっても大きいからいろんなものが買えるんだよダメだ。じゃあ塾君もぜひ行ってみてね。会話のバリエーションがやばいねこれ。あ、次サクランボちゃうの。俺会話読めるよ、人編の心読んでるから。お、次博物館でなんかお気に入りの化石か、そうそうそう、あとはサクランボネタか、うん、どっちかだと思うんだよねこれ、うん、多分。あとくるみくんとは、え、あ、違う新しいね。何、このお部屋には僕のこだわりがたっぷり詰まってるんだよ好きなだけ見てってね。あ、分かった、見るわ。くるみくんとは仲良しだのみたいな、そういう感じ来るかと思ったら違った、うん、うわー、社畜くん、僕にご用なの。今日はお客さんがいっぱいだ。お、喜んでるね、うん、こんなことならもっと念入りにお掃除しておけばよかったよあ、けど片付いてるよね。片付いてるよ、普通に片付いてると思うけどね、うん、これ陣平に座ってほしいんだよね、このペットのベッド。あー、陣平似合いそうだね、うん、多分さ、ディレクターズチェアあげて、でその次の日に飾ってくれたんだけ ど、 なるほど、ね、その後にさ、ペットのベッドをあげたから、多分あの椅子は、うん、椅子は一つしか置けないのかなと思って。あー、なるほどね。で、ベッドをプレゼントしたら、あのこのトイのベッドの代わりにそのあげたベッドを使ってくれるんかなっていう。ほうほうほう、うん、いいね。だからソファーもあげようかなと思って。あげたいんじゃない、うん、クローゼットも。ジンペイかわいいね。かわいいよね。こんなにたくさんの人が僕のお家に集まるなんて、うん、はっ、もしかして雑誌とかでおすすめスポットって、やばい、雑誌でおすすめスポットってさ、やばすぎじゃない。住所公開されてるよ住所公開ってテロすぎるじゃん。住所特定されるよ、うん、メントスコーラ持ってきて誰かにとつられるぞあいつにメントスコーラしましょうみたいなコラボお願いします。山口県から来ました山口県から来ましたあ、住所公開されてたんで来ましたよ、あの陣平さんでしょ。メントスコーラしましょう。コラボレーションお願いします。コラボレーションお願いしますコラボレーションお願いしますスマホ片手にやってくるよあれ面白すぎでしょいや実際自分が選べるのは嫌だけど、そうなんかそのネタがあるの、なんかそういうね、キャラっていうのもなんていうの面白いよねなんかもう思い出しちゃったんだけど俺全てのフレーズえ、まあ、コラボレーションお願いしますなんでコラボじゃなくてコラボレーションなえ、だからフルで言いたいんだよ。なるほどね、うん、コラボっていう言い方はなんか一般的じゃん、うん、でもコラボレーションという人あんまいないじゃん、うん、フルで言う人。確かに、だからね、個性をそこで出してるんだよね。なるほど、うん、山口県、ね、風評被害受けすぎでしょ、うん、赤いんや山口県。小道作ったの。ああ、なるほどね、やべえな。例のあいつの会話じゃねえよ、話題出したらさ、笑えてしまって仕方ない社畜さん好きもう全部動画コンプリートしたからね。マジで
そうなんだ、私話題になってたのは知ってるけど動画は見てないかな。いやー、うん、凄まじいインパクトだなと思って。ああ、なるほどね。なかなかいないよあれ、うん、天才ですね。お、ここなんか変わってるね。ジャックだね、ここ。お、あれジャックの家って、あ、ここか、合ってるね、うん、へー、割とシンプルな感じやね。そう、ジャックめっちゃおしゃれだよ、家が。家の中でしょ、すごいね。家の中っていうか、家の外観がおしゃれ、うん、家の中はね、なんかもうザ・オフィスみたいな感じだから。あれどうやってさ、なんか変えたらいいんだろう。なんかもうジャックはジャックのままでいいかなっていう。水族館にしようぜ、魚あげまくって。水族館、もう魚あげまくって、俺のダノラの家みたいに、なんか魚だらけになってんだよね。魚だらけになりすぎて、なんか二段構成になってるからね、今。うん、いやー、よく来てくれたね。キリ。何か物書きするときは、その書斎の付けが重宝するんだよ。キリ。ふふ、何を書くのかって、それはご想像にお任せするよ。とんでもないものなんか書いてそうだな、大丈夫。大丈夫、まあ、脅迫状とかじゃないだろうな。人兵へ1万ベルよこせジャックよりみたいな。ジャック、ジャックの部屋すごいな、うん、マジでさ、なんかオフィスみたいな感じじゃない。キザキャラだからな。またったね、もっと僕と話したいのかな。キリ、話しに来たよ。誰かに自分の部屋を見せるとき、僕は何も着ていない自分を見せるつもりでいるんだ。それはやばい、やばいな、変態発言やな。あー、だからこれだけで終わっちゃうんだ。だけど結構、うん、ジャックの会話のバリエーションってあるよね。そうなんかな、割とある気がする。まあ、キャラによって違うからね。そう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 、多分ぼんやり系聞きすぎてるんだと思う、うん、確かさ。シュガートーストが誇るショッピングスポット、そんなもたぬき商店。なんかショッピングってめちゃくちゃおしゃれな言い方なんだけど、うん、商店っていう言い方がなかなか古いね。そうだよね、ちょっと。いや、ぜひね、ちょっとたぬきデパートにしてほしいね、うん、そう、デパートだったらね、いいんだけどね。いや、だけどデパートはそのうちできると思うけどね、うん、多分、たぬき商店はなんか見た目がカラフルすぎてさ、やばいよね、なんかパチンコ屋みたいな感じじゃない。正直なんかパチンコ屋みたいな外観じゃない、あれ。どうなんだろう、あれ。なんかあそこら辺にさ、花とかいろいろ置いてたら、あ、なんかライト系とかパチンコ屋になりそう。たぬき商店の外観を生かすのは難しい、私には。たぬき商店、うん、なんかすごいカラフルだから、なんか浮くんだよね、結構。あんなパンチ効いてたっけ、昔。そう、パンチ効いてるから浮くんだよね。なかなかパンチ効いてますよ、うん、ね。お、あ、リッキー、あれ、お前の家こんなとこだっけ。そう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 、お前の家こんなところだっけ。そうだよ、ここだよ。だいぶ前からここだよ。あ、だいぶ前に変わったんだ、うん、ね、リッキー、うん、こんにちは、社畜くん。シュガートーストを楽しんでいってね、デシュ。かわいい。何か面白いことが起こらないかな。うふふ、考えただけでワクワクしちゃうよ。何か面白いことって何や、具体的に。リッキーの言う面白いことって何なんだろう。この島の博物館にはケツァルコアトルスの左翼の化石が飾ってあるんだ。めっちゃ言いにくいこれ。ケツァルコアトルス、めっちゃ言いにくい、ね、めっちゃ言いにくいよね、うん、私もなんか初めらへんに寄贈した気がするけど、めちゃくちゃ言いづらかった。え、マニアックすぎないか、うん、あまりにも。僕一日中見てても飽きないんだ。あ、そうなの。俺はなんか2分見ただけで飽きるけどね。多分ね。え、てか社畜さん、ん、ハムカツからメッセージボトルが届いたよ。マジ。え、どこにあるのメッセージボトル。そこのラッキーなお前、この間新しい筋トレ法を考えてたら、なんでか DIY のレシピを思いついたんだ。筋トレしながらでもすぐ作れるから、お前にも教えてやるぞ。張り切りすぎて怪我するなよ。意外と器用なハムカツより。ハムカツ、何のレシピなの。バーベル。ハムカツってさ、え、バーベルってさ、うん、ステッキ。いや、わからない、どうなんだろうね。え、バーベル、バーベルってどんなやつだっけ。なんかあの筋トレ道具じゃない。え、社畜さん持ってなかったっけ。なに、バーベルくれんの。あ、バーベル、あ、あれか。バーベルちょうだい、これか。あ、え、鉄鉱石10個もいるん、めっちゃ使うじゃん。え、バーベルちょうだいよ、バーベル。え、でもさ、鉄鉱石私ないから無理だよ。あ、そうなの。ない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 、今ないよ、ちょうど。俺鉄鉱石1000個ぐらいあるよ、うん、多分。めっちゃ持ってる。鉄鉱石をくれたら
ちょっと渡せるけど、さっきさ、いるもんいるって聞いたのに、うん、忘れてたわ鉄鉱石、素材、素材今度渡すわ、うん、素材だね、一番欲しいの。うん、分かった、うん、はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきますか。終わりますか。ね、まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひね、メインチャンネル、サブチャンネル、そしてシャチクルミチャンネルね、うん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最近ね、シャチクルミチャンネルもめっちゃやってますからね、うん、ぜひね、見ていただければと思います。じゃあね、バイバイ、ピカチュウ、ピカチュウ。